ねえ、千葉ってどんなところか教えて。千葉県に引っ越してきたけど、千葉県のことが何にもわからない。え、今なんて言ったの？チモティのあの人の言っていることがわからない。今度遊びに行くからおすすめのところ連れてって。他県の人に千葉のことを聞かれたけど、海とかディズニーしか話題がない。そんな人のために、千葉北西部ならではの言葉や用語、方言の話題を集めてみました。これらは私が実際に身近に触れ合ったものだけに限りますので、他にもいろいろあるかと思いますが、ちょっとしたきっかけとして見ていただければと思います。この動画はこんな人におすすめ。千葉をもっと知りたい。千葉の言葉を知りたい。千葉の地元民の言っている言葉がわからない。他の県の人に千葉のことを伝える話題を持っておきたい。情報は2024年5月。千葉県北西部を中心としています。私の千葉県との関わり度合いは概要欄で紹介しています。本題に入る前にここで扱う千葉県北西部の定義をお伝えしますね。千葉県北西部といっても人によって感覚が様々ですよね。常磐線の方のジーバくんの花の方だけを北西部と捉える人もいれば、千葉市を含めて北西部と捉える人もいます。ここは意見が分かれそうなので、他の定義を見比べてみましょう。まずは NHK の千葉県北西部の範囲がこちら。意外でした。どうやら印旛郡市と県央千葉市、市原市を含めているようです。これと地図をにらめっこして、印西パルケでは私自身の経験やつながりのある町を考えて、このような範囲でくくってみました。今回の動画では黄色と黄緑色のところを北西部としました。成田市周辺は北東部でしょという方が多いかと思いますが、印西市の隣ということで含めました。千葉市は県央部、県央という区域を出した場合、千葉市は県央部となり、北西とはちょっと違うかなという感じ方もあります。成田を入れるなら同じ印旛郡市として八街と富里を入れるか悩みましたが、逆に富里市から柏や鎌ヶ谷などのザ・北西部との相互のつながりが薄いと感じたのと、八街は話題が多いのですがむしろ多すぎるので今回は省きました。また千葉市と成田市は範囲が広いため難しいところだと思いますので、あまり深い話題を出していません。すみません。千葉県ローカル用語、チーバくん。チーバくんは千葉県のマスコットキャラクターです。横向きが千葉県の形をしています。クソかわいいぜという完成度の高い王道を行くキャラクター。印西市はちょうど目のあたりになります。鼻は野田市、ベロは浦安市、口は市川市、船橋市、耳は銚子市、旭市、匝瑳市、おへそは富津市、お尻が鴨川市、手は外房エリア、足は館山市、南房総市。でもチーバくんのどこどこのあたりに住んでいるよというのは千葉県民以外の人には通じない可能性があるので、なるべく内輪で楽しみましょう。チーバくんとは千葉県に住む不思議な生き物。好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するのが大好き。未知のものに立ち向かう時ほど勇気と情熱が湧き、体が赤く輝く。食いしん坊でいたずら好きな面も、詳しくは公式サイトチーバくんの広場で紹介しています。千葉県千葉環境再生基金のマスコットキャラクターです。出ました、パンチの効いたゆるキャラ。見れば見るほど味のある可愛さ。千葉はマスコットや生身の人間でも個性の強いキャラが多いですよね。この黄色くてじわる様相のキャラは古くからの千葉の土着なら知っているはず。こちらはチーバくんが誕生する前に世間に顔を出していたマスコットキャラクターです。実は千葉県の公式ページにも紹介されるように、千葉県も認める公式公認キャラなのです。つまりチーバくんが誕生する前は千葉の代表として表に出ていたのですね。千葉県日記というブログもあるのですが、なんと3日分しか更新されていないという適当さが好きです。千葉県とは2002年千葉県生まれ。好きな花、菜の花。得意なこと、県民の優しい気持ちを応援すること。苦手なこと、顔を横に向けること。夢、千葉県が日本一のエコ県になること。詳しくは公式ページ千葉環境再生基金をご覧ください。菜の花体操、千葉県のオリジナル体操です。千葉県育ちならみんな知っている体操と思いきや、私立校や一部の地域では知らないという千葉出身者も多いようです。それもそのはず、歴史をたどるとほんの一部の期間、そしてその普及は千葉市を中心とし、次に千葉北西部がメインだったようです。1983年に千葉県民の健康促進を目的に県民体操として誕生。2002年頃に普及活動が終わりました。
とバブリー時代を思わせるテクノな音響が耳に残る健康体操です。ラジオ体操を押しのけ、菜の花体操をひたすらやっていた世代や先生もいるのでは。私は今でもちょっと踊れます。あとはベイ FM の交通情報の時に流れる音楽、これもフルでいけます。海側、山側、場所を指す時の口語です。これは千葉県といっても北総地域などの内陸ではあまり馴染みのない言葉ですが、湾岸地域や房総半島など多くの地域で割と普通に使われる言葉です。海側はそのまま海側を指しますが、山側は内陸部を指します。なんとか海岸とかなんとか山のような、これといった場所名ではなく話題になった場所の位置確認です。線路や国道を挟んで海側だよ、山側だよみたいに表現します。つまり海に近いから海側、内陸だから山側というわけでもなく、海岸付近でも内陸方面なら山側と言います。例えばうちは幕張の山側だからイオンより洋華堂の方が近いんだ。リブレ京成は新浦安駅の山側だったよ。東葛、千葉県北西部の郡の総称、東葛飾郡の略称です。地図では緑と薄い緑の範囲です。水色の範囲は印旛郡市です。統括は松戸市、柏市をはじめ、もともとは浦安市、市川市、船橋市も統括地域でした。生活圏が異なるためか、2020年前後からは行政区域の区別として、東京湾方面は葛南という名称で区分けされました。南葛でもいい気がしますが、現在は映像の地図の緑色、松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市が統括地域です。オレンジ色、市川市、船橋市、浦安市にもともと東葛飾ではなかった習志野市と八千代市が加わって葛南地域となりました。ちなみにぐいっと東京寄りに食い込んだ白石や、メディアで千葉県北西部として扱われる印西市は水色の部分、印旛郡です。余談ですが、かつて柏周辺は統括市という市の名前が存在していました。湘南、柏市の地名です。千葉の湘南といえばここ湘南です。湘南は柏市の南東部、印西市に隣接する地域です。かつては湘南町という町名でした。どの辺かなというイメージで言うと、セブンパークアリオ柏があるあたりから下手ヶ沼あたりです。広大なショッピングモールアリオだけでなく、キャンプ場が多く、手賀沼フィッシングセンターのような手賀沼を生かした施設もあります。印西市民は家から湘南まで車で10分15分だよって言ってみましょう。あ、おなじみ、一味でできる青タンとか青技のことを青なじみと言います。千葉県民だけなのか分かりませんが、私は普通に言っていました。いや、それ以外の言葉で言ったことありません。千葉県民にとっての衝撃的なローカル用語の代表です。今では同じ千葉県の人に青なじみと普通に言って、はぁ、何それと帰ってくる時代がやってきました。オランダや千葉県の名菓子店です。千葉なのにオランダや千葉県の得意技、どこかのブランド地名に乗っかるパターンです。名前だけだと想像もつかないこのお店は、なんと千葉房総郷土菓子、洋菓子、和菓子のオランダ屋というコンセプト。本当に千葉ローカルの名店です。オランダ大使館から屋号使用の許可をもらっている正真正銘の千葉を愛する本気の菓子店です。チーパス、チーパスは18歳未満までの子供がいる家庭や妊婦さんがいる家庭に配布される子育て支援カードです。多くの自治体では単純に子育て応援カードとか支援カードという名前のものが多いため、え、チーパス、チーバスの聞き間違いと、何のカードか想像がつかないかと思います。群馬県ではグーチョキパスポート、埼玉県でのパパママ応援ショップと同じ子育て応援制度のカードです。群馬埼玉もなかなかの難易度ですね。チーパススマイルで利用登録をすると電子版のチーパスも利用できます。チーパスのマークがついた協賛店で子育て応援サービスや割引サービスなどを受けられます。子育て支援パスポート事業の全国共通展開により、千葉県外でも使えるようになっています。あ、でも他県の人にチーパス使えますかと聞いても通じないので注意。線引き、定規のことです。え、千葉県以外の人は線引きって言わないんですか？小学生の頃、私は直線を引く頻度の方が多く、長さを測る方が少なかったからかも。麦芽ゼリー、私は大好きな味ですが、あの美味しさが麦芽のどこから発するのか、大人になってから内容物が気になるのが麦芽ゼリー。千葉に本社を置く古谷乳業が栄養価の高い麦芽飲料を原料に1978年
昭和53年から千葉県民のおやつとして学校給食で出したのが始まりです。今やすっかり千葉代表のデザートになりました。味は甘いココア風味、しかも常温保存可能、甘味料は優しい成分を使用。千葉北西部からは脱線しますが、古谷乳業株式会社の公式サイトの上の方に酪農発祥の地千葉と書いてあります。牧場の風景を思い描く酪農は北海道ではなく千葉県が発祥です。このページは読み応えがありますので、ぜひ読んでみてくださいね。はい、元気です。行間休み、朝の朝礼で名前を呼ばれたら、はい元気ですと自分の体調をクラス全員にさらす謎の文化は令和になった今でもあるようです。出席番号が最後の方でクラスのみんながはい元気ですだと、ちょっと体調悪くても空気を読んではい元気ですと言ってしまう人や、なんか都合の悪いイベントの日ははいお腹痛いですと元気に言ってしまう人はいませんか？小学生の頃、行間休みという20分くらいの休みが2時間目と3時間目の間にありました。この行間という言葉は大人になった今でも使うことがなく、そして単語の意味も難しいのですが、この行間休みという言葉を使っている県は割とあるようですね。ごめんなさい、謎です。県民の日は学校休み、6月15日は千葉県が誕生した日ということで千葉県民の日です。千葉県民の日は公立の小中学校、一部の高校が休みになります。県民の日に公立学校が休みになるのは2024年時点で東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、山梨県、愛知県だけらしいのです。関東地方とごく一部の県だけのようです。なんと同じ6月15日に県民の日となる栃木県は学校休みじゃありません。当たり前だと思っていた県民の日お休みになるのは全国的に珍しいようです。味噌ピー、ピーナッツに甘味噌を加えた千葉県ならではの食べ物です。ちなみに私はピーナッツというよりは自然と落花生という単語が頭の中で優位になっています。殻付きは落花生、殻なしをピーナッツと使い分けて言ってしまうのは私だけでしょうか。かつて B 級グルメが流行っていた頃に印西市の味噌ピー唐揚げというものがグランプリを受賞し、町おこしに広めていたことがあります。流行り廃りを経て一周回って食べたくなるメニューですので、お好きな方は印西で探してみてくださいね。マッカン、日常ではほぼ聞くことはないですが、千葉茨城エリアのご当地ドリンクとして有名なマックスコーヒー缶のことをマッカンと呼ぶ方もいます。いやいないか。株式会社スズキコーヒーの創業者がコーヒー牛乳の味を缶コーヒーとして作れないか考えていたさなか、1975年頃、昭和50年頃にトネソフトドリンク株式会社がスズキコーヒーのエキスを使用した甘さマックスの缶コーヒーを作り出すことに成功しました。これがマックスコーヒーの始まりです。マックスコーヒーのデザインはスズキ社長のラッキーカラー、黄色をベースに房総の黒潮を思わせる黒の波模様をつけたもの。突然言われると何の想像もできないくらいのレベルですので、これ以上は深く追求せず化する程度にしておきます。難読地名、千葉県北西部にも難読地名がたくさんあります。皆さんは読めますか？割と読める地名、こちらは日常会話で普通に出てくる地名です。多くは駅名にも使われていますので、せっかくですから覚えてしまいましょう。アビコ、アビコ市、四水、四水町、四街道、四街道市、本八幡、市川市、河野台、市川市、ママ、市川市、船橋宝店、船橋市、三もみ、習志野市、清良市、清良市街道、印西市から市川市、印旛、印旛沼周辺、ちょっと難易度の高い地名。ここからは通ったり関わった人でないと難しいかもしれない地名です。むつみ、松戸市、みこぜ、松戸市、高西、柏市、豊二、柏市、猫座根、浦安市、ひれが崎、流山市、名づかり、流山市、二羽向こう台、船橋市、はさま、船橋市、東鍵、市川市、小手橋、千葉市、おゆみ町、千葉市、井の花、千葉市、作さべ、千葉市、のぶと、千葉市、六方が丘、四街道市、あじき、栄町、あじきぼっくい、印西市、元の、印西市、下おさまんざき、成田市、しし白石、松崎、桜市、やっこ台町、桜市、芋の久保、
千代市。方言、千葉弁というと語弊を生む言い方ですが、千葉ならではの言葉があります。ひっちゃかめっちゃか。スタンダードはしっちゃかめっちゃかだそうです。他でも言われている地域があるようですね。知りませんでした。ずっとひで使っていました。したっけ。そしたらそれでねという接続詞のような感じの意味です。臨済弁風に行くと、昨日ちゃっちゃ庭で泣いてたから写真撮ろうと思って急いだんだ。したっけよ。階段でつんのめって足くじいたからエシャドン行ってきたんだども、なんともねえって言うからアイス買って帰ってきたよ。ボッペス、コセール。ボッペスは押す、コセールは作るという意味です。ごめんなさい、これは印西だけかもしれませんね。印西に古くから住まわれている人から割と聞いていた言葉でした。もちろん全員ではないですが。ずるこみ、方言というよりは学生用語かもしれません。ずるこみとは人間版の割り込みの言い換えです。横入りとも言いますよね。割り込みはいろいろな分野で使われますが、ずるこみは人がずるをして間に入る行為を指す、相手の悪意をたっぷり含ませた言葉です。私は割と普通に使っていた記憶があります。じゅんぐりに、千葉では割と使われている順番人の言い換えです。ああ、これも昔使ったなぁと懐かしく思う言葉。今こう言われても意味は普通にわかります。といろいろ調べてみるとまだまだたくさんあるようです。私が住む印西市をはじめ千葉北西部地域の当時は都内からの移住者が多かったため、あまり多くは聞けなかった環境かもしれません。でも学生時代に多くはないけれど普通に聞いていた方言もあります。それがこれ、だべ、だっぺ、語尾につける、だよね、でしょ、だろ、みたいな感じ。関わりの深かった地域ではほぼこれを耳にしていました。これは神奈川県の海沿いをはじめとする横浜弁だと思っていたんですけれど、千葉県北西部でも普通に使う人がいます。ちょっとニュアンスが細かいのですが、行くべ、頑張るべみたいな、なんとかするべとはまた違う感じですので、そこんとこ注意です。私は聞き慣れた言葉なのですが、神奈川、千葉以外の人は使うことはないのでしょうか。イントネーションは東京と同じ。昭和以降の千葉県北西部は房州地域とはまた異なり、単語のイントネーションは東京とほぼ同じです。というのは私の環境下だけかもしれませんけれど、最近はイントネーションが違う場合も多く耳にして、しかもそっちが多数派だったりするとちょっと困惑してしまいます。東京のイントネーションは割と抑揚がなく真っ平らに発する場合が多い気がします。というわけで、いろいろな人が集まると話題も盛り上がるのですが、いまいちネタがないのが千葉県。少しだけ千葉県に愛着が湧いたら使ってみてはいかがでしょう。まずは青なじみから。最後までありがとうございました。決してこの情報が全て正しいというわけではありませんし、全ての千葉県北西部の人と共通の話題であるわけでもありません。もし東京に通っていても、ぜひ地元千葉を散歩してみてください。身近なお付き合いから千葉らしさとふるさと愛が膨らむことを願っています。この動画の目的はそんなささやかな郷土愛へのきっかけ作りです。高度経済成長やバブル期の都市開発の波ですっかり変わった千葉県北西部、地元千葉県を知りたくなるきっかけになってくれたら嬉しいです。今後も千葉県北西部の情報を発信していくつもりですので、もし気が向いた時はチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。また高評価でも低評価でも構いません。評価していただければ今後の動画制作の参考になりますので、どうぞよろしくお願いします。見てくれた皆さんに感謝して終わりたいと思います。本当にありがとうございました。